皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本日のテーマなんですけれども、これは、もうだいぶ経ってしまったかもしれませんが、愉快なお仲間からのリクエストでございます。ミテコセブン、ミテコ自身、週刊ミテコなどの、女性週刊誌ですねの、婦人とアーケに対する集合意識でございます。たまたまなんですけれども、昨晩、YouTube を見ておりまして、この間もお話しさせていただきました、西俊夫先生の、新しい動画がこうアップされていたんです。でそれを見ましたところ、メディアのことについて、語っておられるものでした。で、ああそうかと思って、こちらのテーマ今回占わせていただこうと思った次第でございます。そちらの西先生のお話もなかなか興味深いもの、そうだろうなと思っていたことですけれども、興味深いので、また概要欄のトップに URL を貼り付けさせていただきます。皆様でシェアいたしましょう。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。はい、それでは始めさせていただきます。これね、ミテコセブン、ミテコ自身、週刊ミテコ、我々は女性週刊誌ということで一括りにするんですけれども、本当はね、本来でありましたら一つ一つ見なければ違うかもしれないんですよね。でも、同じでいいんじゃないでしょうか。似たようなね、ライバルとはいえ似たような境遇にあると思います。同じね、同じ境遇にあると思いますので。コントラリティディスプレジャーか、それが正位置。これはね、正逆関係なく良い前兆ではない、決して良い前兆ではないという思いです。しつこいですけど、これは決して良い前兆ではないと思っています。これはね、それぞれの会社とか、その雑誌にとってのことだと思います。嘆かわしい状況とか悲しみ、あとはね、誤解のケースっていう意味があるんです。なので、誤解されるようなことっていう意味かなと思うんですけれども、あとね、強い対立を生むという思いが出ているんです。対立はあちらこちらで生まれそうですよね。あんな内容のことを書いているんですからね。で、これ正位置ですと、彼らが思っているような見解とは全く完全に正反対のものを書かされているような感じが出ているんです。これもう意味の中にそんな感じのものがございます。彼らが見聞きするようなものと扱っているそのテーマというものは完全に正反対である、そんな思いが出てるんですよ。あとはね、期待される結果を得るために精神的に覚悟ができている状況、これね、2通りに考えられますよね。期待しているのは誰なのかってことなんですよ。国民が期待していること、彼らに期待しているようなこと、それをするために精神的に覚悟ができている状況なら我々はパチ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 なんですよね。でもこれ、婦人とかアーケが期待している、それをするために精神的に覚悟がもうできている状況であるというのであれば、もう相変わらずってことですよね。あとね、これね、自分たちの計画とか企画とは逆に進展するかもしれない状況っていうのが出てるんです。この場合どう当てはめたらいいかというと、彼らが書いていることと、逆に状況は進展していくかもしれない、そんな感じですね。
そうでしょう、そうでしょうそう思いますよ。書いていることだってあれだけもうありえないぐらいのアーとかね、まあアーケ、それから夫人に対するアゲアゲ記事書いてるんですよね。それは状況は逆に進展していくでしょうね。あとね、もし今が悪い状況であるならば、それはさらなる悪化ね、悪化する、悪化の一途をたどるとか、そういう意味があるんです。なので、まあ、このままのことを続けていけばどんどん状況、ね、この雑誌としての、ね、状況はどんどん悪化するだろうっていうことだと思いますよ。次、そんな思いが出てるんですよ。集合意識ですから、多くを占めている思い、大きな思いが出ています。ウェディングだ、ウェディングが逆、これね、これ逆ですとごまかしとか騙し、それからそのための策略を使うとか、あとね、こうなっているとほらウェディングじゃないですかね。なのでこれ逆ですと離婚ぐらいの意味になるんです。で、人間関係とかであれば分離とか別離とか、疎遠になっていくとか、あとね離反っていうのがあるんです。今まではこう従っていたんだけれども背いて離れていくっていう、そんな思いが出てるんですよ。これは離反だと思いますよ。夫人とアーケに対してそういう思い、あとね、ここからもうふつふつと出ているのは配信、これもうね配信したいという思いだと思いますよ。これまでとね、異なって、あとね、まあ友情を壊す、友情を壊すってこれまでの絆ですよね。ね、夫人とかアーケとのそれを壊す、重大な何か計画を織り交ぜる、これねちょっともうされているような気しませんか。雑誌の中にですよ、記事としてあれって思うような時あるんですよね。あれ今回は珍しくなんかあれえあれってこう思う時ないですか。今までとはちょっと違うなっていうかね、逆張りしているようなところってなんか感じる時ありますよね。なんかそういう、それを表しているのかな。あとは何かを決定するときには、まあ、多くの客観性を使う、もっと客観性使ってほしいですよね。ね、客観的ではないと思いますよ、そしてねこれねちょっと一つ付け加えさせていただきますと、これね性逆関係のない一般的な意味ってなりますと、なんかね愛の全盛なんですよ。これ結婚なのでね、愛の全盛、盛りというか、そしてね関係の安定性とか普遍性を表すんですよ。これ一般的な意味では、あとね忠実っていうのもあるんです。忠誠心とか、あと何か問題を抱えた愛であれば和解とか、そういうのを表すんです。なんとこれ性逆関係ないと基本そういう意味のあるカードなんですよ、要注意ですね。でそれが今こう逆になって出ている、離反したいような思いでしょうね。次、あこれですね、コンステンシー、ファンスネス、そうでしょう。わこういうのなんだね、これはまあずっと見ているわけですよね。そりゃそうですよね、ずっと見ているわけですよね。で不誠実さと不正直さは知っているんですよね、嫌というほど。だからここに不誠実が重ねるように出てるんですよね。でもうそれがこれです。まあ夫人とかアーケにとって本当に深刻な変化が起こる、まあ、そういうふうに見越しているんでしょうね。でもこのままでいきますと、これ我々からこの雑誌を見た時に我々はいつも見ているよと、ね、あなた方は不誠実で不正直ですよねと、不誠実ですよね、だからそんな雑誌はです、そういうのが出てるんですよね。だからこれは
先にお話ししたような意味だと思いますが、きっとね、国民のこういうのがもう彼らの潜在意識の中にはあると思いますよ。次、エナミージャーニーファルスネス、またファルスネスだ、不誠実なんですよね。これね、なんか2つくる。1つはこれはね、敵ライバル競争なんですよ。でなんかね、ここコソコソかぎまがコソコソってちょっとあれですけど、かぎ回っているというかね、ね、なんかあのパパラッチなりね、なんか取材のこう張っているような感じがしますよね。なのでこれってね、まあそれぞれがこうライバルですよね、雑誌だから。ライバルって競争している中でのこういうことを表しているのかなっていうのも取れますし、あとはね、この敵っていうのはこのファルスネスは最近よく婦人で出てくるんですよ、気まぐれでね、移り気な婦人で出てくるんです、裏切りで。こちらがこう一人で戦っておられるようなイメージ、こうなってくると、まあ、天皇ご一家とその夫人やアーケ、その競争ライバルをこう見ている、そこにあるね、そこにその立場なんですよね、結局は。それを表しているのかなっていう感じもしますね。2つ考えられるんですよ、なんかね、この雑誌社の中でのこうライバル意識とか競争の中で自分たちはさまよっている、なんかさすらっているような感じ、どうしたらいいかっていう今後のこととか、そういうのも出ているような感じはするんです。でね、やっぱりこれご自分たちがもう気まぐれにならざるを得ない、裏切りもね、移り気もね、もうせざるを得ないっていう感じの苦しさが出ているとも取れるんですよね、両方のような感じもします。Despair, surprise. わ、出ましたよ。Sweetheart. 夫人とアーケを考えるとやっぱり今出てくるのは利宮愛子、内親王殿下なんですよね。これね、これはもう窮地とか絶望を表す。そしてこれは驚きと利益が見えますね。彼らが欲しいのはこれなんですよ。ごそっとこう利益、ね、その時に今彼らが売り上げを伸ばせるとかね、そういう利益、彼らにとって利益のあるのって言ったら、もう間違いなく利宮愛子内親王殿下を、ね、ありのままにお書きすることなんですよね。だけどそれがもう絶望的なんですよね、夫人とかアーケが関わってくると。その辺が出ているのかなと。売れるのはこちらなんですよ。なのでアーケとか夫人のことを持ち上げているともう窮地絶望ですよ、ね、それが出ているなっていう感じはします。本当はこんな風にあーっていうのはね、しめしめじゃないですけど、ね、書いたら売れるものが分かっているのに書けないんですよね。あー、そうなんだ。35番逆、これは臆病さとか懐疑的な感じ、それはアーケと夫人に対してですよ、アーケと夫人は懸案事項なんですよ。あと、アーケと夫人のことを書くとき、彼らの中にあるのは敗北主義的行動なんですよ。それはもう出す前から、あ、もうこれはね、あ、ダメだろうなとか、もうそんなのが分かっていて出している感じなので、失敗の恐れと書いているものに自信がないんですよ。でこれはどうだろうっていう懐疑的、だって最近ですともうほとんどがもう我々からすれば批判しかないですもんね。
それは臆病さも出ますよ。でもこれが本当にね、夫人とかアーケとの、まあ、アーケの命令じゃないですけどもね、指示でしているとしたら辛いところですよね、うん、これじゃあもうアーミヤ家廃墟の法則が当てはまりますよ。サクセスホープノーボーリー、なるほど、これは成功の遅れ、成功の遅れで、これは期待とか希望とか願い、そしてこれは心配ないと出てるんですよね。何の成功かな、夫人とアーケが、まあ、このままいけば成功するだろうというふうに見てるんですかね。なので、まあまあ、今は辛いけれどもこうやっていけば、まあ、心配ないだろうみたいな、そんな思いなのか、それとも自分たちの成功はちょっと遅れているけれどもまあ大丈夫だろうという、そちらなのか、ちょっと両極端ですけど、うん、これまで見てきた感じだと、うわーでもな、ちょっと見てきた感じとは違うかもしれない、これこんな思いもあるのかもしれないな、うん、夫人とかアーケちょっと今遅れているけれども結局は成功するだろうって思っているのかもしれない、なんかそんな感じもする、うん、なんかそんな感じもする。Birth, pregnancy, small household problem, present. これはね、あのいかにも週刊誌らしいですね。これってね、本来であればスクープみたいな感じだと思いますよ。だってこの質問に対してこれ、妊娠、出産、ね、誕生なんですよ。でこれは家庭の問題。そしてね、これってね、何かね、授かり物、うん、あと贈り物、賜り物とも取れますね。これね、H 君のことだと思います。これね、H 君のことを真相が分かっている。そんな感じがする。なぜここにいちいちこれを出してくるか。これってね、何か賜ったものなんですよ。うん、ね、賜り物で家庭の中の問題なんですよ。これね、やっぱり週刊誌ですもの、まあ、我々の知らないようなことも知っていても全然おかしくないですよね。 Love、 あ、出た、ハラスメン、ね、やっぱりこれもね、なんかスクープっぽいんですよ。メスメッセンジャー、うん、このメッセンジャーどう取ったらいいかな。これはね、あの夫人ですよ。これ愛、恋愛、恋人、そしてこれ偽の男、ね、ああこのメッセンジャーはね、何かな、これ使いのものとか使者、それからまあ、うん、メッセンジャーそのものですよね。メッセンジャーなんですよね。何かな、このメッセンジャーって、何かメッセンジャー、 DNA のメッセンジャーですかね。ねえ、伝えているというか、うん、なんだろう、なんでメッセンジャーが、なんかね、ちょっと感じるのはですよ、うまく説明はできないんですけども、こう感じるのは、この偽の男がイコールメッセンジャーみたいな感じもするんです。何を言いたくてそう伝えてるのかな、カードはこう表すのかな。でも偽の男がメッセンジャーみたいな感じもします。となるとやっぱりこの DNA なのかな、うん、でもこれはね、あの週刊誌らしい感じですね、この出方は。Pleasure seekers. Come
conversation、 ちょっと笑ってしまいましたね。 room、 これはねもう一味ね、もう一味だから夫人もアーケもこれですよね、一味。そしてそれの、まあ、噂を流してみたりデマを流してみたり印象操作情報操作ね、それをしていると誰もいなくなるんですよ。買ってくれる人なんか一人もいませんよ。そういう感じが出てるなと思いますよ。こちらに加担するようなことをしていたら誰もいなくなるんですよね。なんかそれが見える。次、サロウェディングコンステンス、あ、これはね皇后陛下だと思います。もう見てください、最初からもう心痛と涙悲しみ連続ですよこれ。でこのご結婚によってね、でも彼女は不変だっていうのが出てるんですよね。信念がある。この信念も多分信念についてもよくご存知だと思いますよ。本当のところはね、ポストポンドミーティングインビテーショントゥザカントリー、またヤングブロンドメインだ。これ誰なんだろう、本当に何のことなんかなと思います。これはねいろいろ当てはめられますよ。人と会うこととも当てはめられますが、約束とか何かの任命とかね、予定とか会議とかいろいろ考えられるんです。それが先送りになったり、まあ、要は遅れているんです、遅延している状態で、国への招待とこれがヤングブロンドメンが出てるんですよ。これ向こうのことじゃないかなって思うんですけどね。約束とか任命とかあと会議ね、なんかそういうことも強行しようとしているのが出ているんじゃないかな。でこうなるとこのヤングブロンドメンは誰なんだろうと。だっていざとなったらもうこの、 あの夫人だったらもう法律変えてでもしますよね、強行しますよね。なのでなんかねこれは一つの読みなのかもしれないですけど、やはりさすが週刊誌というかこれを掴んでるんですよね。これ何なんだろう、逆に聞きたいですね。ヤングブロンドメン何のことですかと、国への招待、ブロンドメン、カーペンター、いろいろ考えられるんですよね。でもわからない。またファルスです。もうあらん限りのファルスですが出ますね。もうあるカード全部使ったんじゃないでしょうか。テンスアトモスフィア、デス、またデス、不誠実なんですよ、不誠実で、この不誠実なことをしているとこれはもう空気はピリピリですよ、緊張した雰囲気。そしてデスがやってくる。これはね先ほどのあれと一緒だと思いますよ。あのこれこのね、これあったじゃないですか、ちょっと出方は違いますが、このコンステンシーとかこれこの時と同じかなと、同じです、同じかなと思います。これちょっと逆になって出ている感じですけど、こんな感じで見ていいのかなと。同じファルスネスとデスでしょ。でこちらピリピリしている、これいつも見られているね、そのことかなっていう、不誠実と不正直を見られている、それかなと思います。ああこういう思いなんですね。28番聖一、これもう止められているんですよね、夫人とアーケによって。何かなさりたいことを実現しようとしてもそれは挫折なんですよ。もうねこの方たちの手腕とか技量とか能力のようなもの、それはもう塞がれているんです、制御されている。だからこの人たちにとっては
アーとかアーケ、アーケね、アーケですよ、とか夫人というのはもう不運をもたらす、悪運を招く人たちなんですよ。で、彼らからの良いエネルギーをもう吸い取っていく。そして彼らのこの雑誌ね、その会社もそうかもしれません、彼ら自身のかもしれませんよ、まあ、名声を台無しにされる、うん、自分たちをねもう弱体化させるような、そういう存在、信頼できないし、もうはっきりと黒幕になる人、コネを利用する人、裏から手を回す人っていうのが出てます。次、これ1枚だけ引いてるんですよね。まあかわいそうにこういう感じなんですよね。グルーミーソーツ、我々もグルーミーソーツですよね。もうこれここですよ、もうこんな記事ばっかり書かれたらね。でそんなね、あのしょうもない記事に対してまたそこを飽き心たちがうわーってやるんですよね。それを我々はどれほど忌々しい思いで読んでいるかね、会話しませんよ。これもう憂鬱、悲観的、そして希望がない、そんな思いなんですよ。あとね、彼らは、まあ、社内でですか、たくさんのことについて検討しているんですよ。たくさんのことについて検討していることが現れている。でもそれによってもうやる気はそがれている、そして失望させられている、もうがっかりしている、うん、あとね、もう止められるとか阻止されるとか、まあ、止め立てされることなんですよ。それが出ているんです。困惑と当惑、ね、それも出てます。もうね、こんな不満が続いていくと鬱にもなるだろうってカードは言っているぐらいなんですよ。もう考え方がもう負になっている、負の考えなんです。だからこういうところに立つことになるんですよ。それが現れているんです。なので、まあ、このカードが示しているのもそのまんまだと思いますよ。彼らというのはアーケー、そして夫人がこの彼らのことをこう押さえつけてね、制御しているんですよ。止め立てされる。だからもうやる気もそがれる。検討してもどうしようもない。ね、あとね、これこのカードに全く予期せぬニュースの公表とか、発表っていうのがあるんです。なのでこれね、希望的に取りたいですけれども、そうじゃないと思う。全く予期せぬ、要は真実とは違うようなことを公開しなければならない、ね、公表しなければならない、発表しなければならないっていう思いなのかなと。ここに立ってるんですから、ね、希望がないんですよ。もう黒い雲、嵐が来そうな雲ですよね。こんな思い、うん、よく出ていると思いますよ。ではこれ今日バラバラに引いてますね。13番逆、これはね、いやこれはちょっと本心みたいな感じですね。実は夫人とかアーケに対してはもう無関心なんですよ。もう度外視している、本当はね。でも、まあ、巻き込まれないようにしながら、もう傍観者の立場として見ている。本当は傍観者であるべきじゃないんですけれども、うん、もう仕事になってないですよね、うん、もうとにかく巻き込まれないようにするのが第一で、でこの中に入り込んでいけば怒りもありますよね。我々のような気持ちになるはずなんですよ。でも、うん、入り込むと辛いから、まあ、本当に鬱にもなりそうだから、まあ、傍観者の立場で書いてるしかないんでしょうね。で彼らに対してこれは助言も助力も欠如してるんですよ。助言する気もなければ助力の気もない。で本心は夫人とアーケの力はもう奪われていると思ってるんですよ。にっちもさっちもいかない、失敗とか損失をもたらす状況であると見ている。これはね、どちらかというとそのアーとかアーケとか夫人を応援しているような、そういうね、あの上げ記事を書いていると、自分たちがもうね、ニッチもサッチもいかないし、失敗や損失をもたらす状況であるし、そして実は自分たちの力こそ奪われている、そんな思いもあるのかなと思います。
では最後の3枚見ます。 Lilies Whip Birds。 あ、これはね、うわ、なんかね、ここからうわっときます。重いです。これもう、これは何を伝えているかというと、時間の延長、うん、このことにはまだ時間が必要だと。で、この状況の取り組みにはもう多くの忍耐と知恵が必要だと思っている。知恵というのは、これまでの、ご自分たちの積んできた知識とか経験、それらをもうとにかく、駆使しながら取り組むしかない。ああ、こう書いたらこうなるとかね、そういうことも検討されているんだと思いますよ。出ていたので、検討というのが。で、こちら、これね、これこそね、このカードの意味の中にあるんですよ。例えば書くこと、執筆、もうね、繰り返し何度も何度も同じことをするっていうような、繰り返しその書くこと、執筆、あと編集、それとかね、議論とか討論とか、そして口論みたいなものもあると思うんです、社内で。そういうあるんですよ。でもね、この書くこと、執筆、編集がもうね、ままならないんでしょう。もう慢性的な苦痛の中にある、そして大変面倒なことがある。それはもうアーケード夫人でしょう。で、ずっと続いてきて、現在も進行中の問題である。で、もうね、この彼らの書きたいという思いとかにすれば、もうこれはね、もう激しく震える怒りと、そして書きたい情熱なんですよね。なんかそれがね、もう本当に怒りになっている感じが出ている。で、実はこれも穏やかそうに見えるんですけど、実はね、全ての会話とか、なんか人と人とのコミュニケーションとか、あらゆる形式のなんかね、メッセージングなんですよ。なので、なんか伝えること、それこそ今の X とかね、そういうのも全部ここに含まれてくるんですけれども、とにかくこのカードが意味するところは、更新された近況なんですよ。本当は彼らは近況も更新したいんですよね。その思いが出てる。でも1枚目に、この状況の取り組みには、この状況に対処するには、多くの忍耐と知恵が必要っていう思いが出ているんですよね。なんともね、この国がですよ、情けない状況です、はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。